今日はレッスンとかお休み、お休みです。俺らも言いたい。やってみる？ OK、 じゃあ今かけます。ちょっとかけてみるね。いくよ、いくよ、かけるよ。本日2回目。出た。リズ、はい、お誕生日おめでとう。お誕生日おめでとう。おめでとうございます。ありがとうございます。あの今ショールームやってて、ね、そうそう、だからちょっと今あれにするね、あのレコードじゃなくてなんかボイスみたいな、違うわ、なんだっけ、スピーカー、スピーカー、スピーカーにします。じゃあみんなに声を届けますね。いきます。ちょっと待って、できた、オッケー、 いいよ、喋って。皆さん、皆さんこんにちは、ブラホシリズです。本日10月19日で18歳になりました。やーい。おめでとう。ありがとうございます。みんなこんばんはって言ってる。いや、ありがとうございます。おめでとう、おめでとう。18歳の落ち着き、18歳の落ち着き、18歳の落ち着き、うん、おめでとう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 って、うん、めっちゃコメント、おめでとうって。リズちゃん、ね、ありがとうございます。運転できるじゃん。 いや本当にいろんな人にね祝っていただいて、もうすごく幸せなお誕生日でした。本当におめでとうございます。選挙にも行けるだって。選挙、選挙、選挙。選挙、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 選挙か。選挙は別にいつでもできるよ。選挙ね。そう。そっか、そっか、18歳だからもうそんな年か。そうだよ、選挙権あるんだよ。私は早く選挙行きたいの。うん、選挙行きたいの、早く。あ、本当に。そう、変わって行こっかな。でもなんか本当にさ、なんか18歳ってさ、うん、なんかさ、ちょっとさ、なんかちょっと大人になった感じがする、うん、いや、わかるわかる。うん、17ってまだ、17ってさ、うん、まださ、ちょっとなんか高校生みたいな、セブンティーンって言うじゃん、やっぱね。そう、なんか高校生とかってなんかまだなんか子供って感じするじゃん、まあ、17って。するするする。それだけどなんか18ってさ、やっぱりさ、うん、まあ、10時以降もお仕事できたりするじゃない。でかいよねそれ。 え今日からじゃあさ、10時以降配信できるの？できるよ。いいの。いいの。いいの。来年の3月だ。来年の3月。いいの。ほら、18歳いいなって、私と同い年の子いいなって言ってるよ。いいなって言ってる。そうやろう。じゃあもう18歳だから楽しみだよね、やっぱりいろいろ。そうですね。うん、皆さん、リズに質問ありますか？ある。なんかあったら読み上げますね。今やってるんだ。そう、高校生はダメじゃなかったっけ。あ、ダメなの。あ、終わってからか。 あ、終わってからか。なるほどね。あ、ケーキ食べた、だって。なるほどね、ケーキ。うん、あ、そう、あのね、あのパパがなんかロールケーキ、うん、をなんか買ってきてくれる。おお、これから食べんのね。じゃあ、そう、これから食べる。なるほどね。じゃあ、うん、今日何してんの？今日はなんかお仕事とかもね、なんかマリスンとかもないから、なんかさ、去年とか一昨年はさ、あの、うん、もしもし、はい、秋田文庫とか、うん、秋田文庫に出演させてね、いただいていたので、美中さんの秋田で過ごしていたんですけど、うん、今日はねお家でゆっくり過ごしております。いいですね、ゆっくりで。そう、なんかそうですね、ブログとか書いてます今。書いてるって、じゃあもうすぐ上がるそうです皆さん。あ、そうか。まとめてます。まとめてるって。あとは、うん、抱負、やっぱ抱負多かったね、18歳の抱負っていうか。18歳の抱負か、はい、なんだろう、なんかさ、去年の17歳の抱負は、うん、なんか、
ウィンクできるようになるとか言ってたね。言ったんですけど、あとあれでしょ、ヒール履けるようになりたいみたいな。あ、言ったかもしんない、覚えてる。なんだっけ、16歳の時だっけ、多分そんくらいだと思う。あのキラキラのさ、あの金色の衣装着てる時、そうそう、金ですでしょ、そうそうそう。え、なんでそんな覚えてるの、すごいね。え、覚えてる、なんか覚えてる、すごい覚えてる。すごい、言った言った、なんか言ってたよね、ヒールを。え、言ってた。そう、ヒールを履くとなんかグラグラし歩けないから、うんうんうん、履けるようになりたいですとか言った記憶もあった。言ってた言ってた、懐かしい懐かしい。なんだろう、18歳の抱負か、なんか、なんかこれといったなんか目標っていうのはなんかまだ決めてもないんだけど、うん、なんだろう、18歳も今まで通り頑張りますということを。イエーイイエーイイエーイ、今まで通りこれからも頑張りますっていう。だそうです。はい、そういうことです。おめでとうございました。ありがとうございます。あと本当に皆さんもありがとうございます。本当にすごいコメントとか本当にいただいて、ファニコンのファンクラブの方でもそうだし、なんかいろいろコメントとかすごい嬉しかったです。ありがとうございます。いい配信だった。もう終わってもいいぐらいいい配信だったわ。何？もう終わってもいいぐらいいい配信だった、うん、本当。今何時からやってんの？え、半から。あ、半から、じゃあ14分ぐらいなんだ、まだ。そう。10分ぐらいかかった。うん。あとね、うん、3時間ちょっと。3時間ちょっとで、18歳当日が終わるから。あ、そう、終わる。楽しんでください。はい、楽しみます。はい、おめでとうございます。食べます。はい、食べてください。はい、食べます。誕生日おめでとうございました。ありがとうございました。バイバイ。じゃあ最後自己紹介して。自己紹介、うん、はい、高校3年生18歳になりました、村星理女でした。ありがとうございました。おめでとうございました。じゃあ電話切りますね、うん、はい、じゃあショールーム引き続き。ありがとうございます。はい、おやすみ。はい、バイバーイ。おめでとう。ありがとう。バイバーイ。ということで、村星理事お誕生日おめでとうの回でした。ではショールーム終わりましょうか。終わりましょうか。はい、いい配信だったね。もう満足しちゃった。ではありがとうございました。はい、そんな感じです。リジュでした。ちょ、おめでとうで LINE だけしとくわ。おめでとう、おめでとう。はい、送った。よし、送りました。さて、なんつった、さて、ゆずきの部屋見よう。いってらっしゃい。いってらっしゃいませ。はい、ということで自己紹介申し遅れました。ゆっかのあかねそらです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでですね、始まりましたよ。いつぶり、おとといぶり、ショールームです。お願いします。ということで、私はもう今日はお風呂も入ってご飯も食べた、歯磨きもしたから、もうあとはベッドに行って寝るだけです。そんくらい本当に。初見です。おめでとう、おめでとうじゃない、ありがとうございます。としくん、ありがとうございます。そう、もう今日はもうなんか全部済ましたから、超健康的ですね。私も超健康的だなって思った。早かった、明日早いの。全然そんなことない。なんかね、今日は早く家に帰ってこれたからもういいやと思って、そう、お風呂でバスラマ入れて見ている。でもお風呂ってさ、疲れすぎると手シワシワになるよね。
そう、すっぴんなの。よっくん初見さんだ、ありがとうございます。そう、もうお風呂入ったから何もしてない何もしてない。メンソレータム塗ったわ。あれ、メンソレータムどこ行っちゃった。またなくした。あれ、またなくした。あれ、またなくした。またどこ行っちゃった。まあいいやまあいいでしょう、こんな感じです。はーい、そう、ねえ、ごでさ、メンソレータムさ持っててさ、ずっと使ってたのがあって、でなんか一本使い切る前になくしちゃうのがさ、すごい癖なのよ。癖っていうか、すごいなくしやすくて、でどこやったんだろうって、探しても探しても出てこなくて、どこだよって思って、昨日牛丼行く時のリュックで荷物入れ替えてたら、このポッケのところから出てきて、こんくらい入ってて、と思って、もうそれ結構前だからさ、嫌になっちゃって、使うの捨てちゃった。もう最悪、使い切ろうと思って頑張ってたのにさ、その1個前のメンソレータムね、もう本当にこんだけで、あとちょっとって思って、こうやって出して、もう最大に出して、こうやって使おうとして、パッて開けたら反対側のキャップのところにくっついちゃってそれであっと思って、こうやってやって戻して、パッてやったら、ポトってゴミ箱に落ちちゃった使い切れなかったの。だからね、ちょっと悲しかったですねメンソレータムあるある、おい、ほんと？こんなにもメンソレータムを語れるアイドルは他にはいない確かにいないかもしれん。消しゴム使い切れないタイプ、さあさあ、だってさしすす、そうそう、使い切れない、なんかどっか行っちゃうんだよ。でも最近使ってる、友達にもらったディズニーのお土産のなんか消しゴムあるんだけど、なんか結構ね、いい感じできてる。あとはなくさないだけ、もうそしたらもう OK はい、でそんな感じでやっていきます、よろしくお願いしますということで、今日のね本題はですね、昨日のブログにも書いたんですけど、牛丼フェスの感想戦、イエーイ、ということで今日は牛丼フェスの感想を言っていきたいと思います。ということでテロップ書きます。待ってね、ちょっと今コメント読めないからね、言っとくわ。牛ってカタカナだよね。牛の農業のフェスフェサシスカうん、誘う感想さしすせせせ、うん、せん、あれ、感想せん、こう合ってる、こう合ってる、うん、オッケー。あ、15分経過しましたいや、フリック入力ってあれでしょ、なんかこうやってやってくやつだよね。私普通にこれ、あれ、これだけど、あの今 iPad でやってて、 iPad ってさ、こう何、あ、いえいえおって並んでるやつなんで、私だからこうどこにあるか分かんなくて、これだとすぐできるんだけどさ、あ、それがそれがいやすんまそう、間違えましたえ、横にスライドさせるのがフリックだよ、違う、なんか、あ、いえいえおって並んでるやつ、 iPad はそれでこうやって打ってるから、なんかこれじゃないからやりづらい、すごく、だからなんか言っちゃう。はい、そんな感じ。え、感想戦の線って違う合ってる、感想戦他にあった、感想合ってる、 OK、 Yes、 OK、Are you ready? Yeah! Yeah! Yeah, yeah! みんなとみなりだね。はい、ということで、
ありがとうございました急に急に昨日は牛丼フェス来てくださった皆さんありがとうございました。おお、かわいいがいっぱい飛んできた、ありがとうございます。ということで昨日来てくださった方、はい、お家で見てた方、はい、あとは現場来たよって方は現場の件で、お家から見ててよって方は家ってちょっとコメントしてください。さあ見やすいよねって思って今、お、いえいえいえ、げん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 いえげんげんハートげんげんげんいえいえげん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 いえいえげんげんげんいえいえいえげん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 いえ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 うちげんげん空げん新木場いえけです。なるほどね、割とここで見る限りには現場の方も結構いらっしゃるっぽい。元気元気しかないってね、元気しかないポケットにそうだね、割と見てくださってる方は現場来てくださった方も多いのかなと思います。ありがとうございます。でもニコ生もねすごいたくさん見てくださったみたいで、終わった後聞いたのは増えてたんだって、その何千人みたいな数が、その一個前のグループさんからまた増えてたみたいで、すごい嬉しかった、聞いてやったね、ありがとうございます。幸せすぎだ、ありがとうございます。ニコ生のカメラ割れも超良かった、おお、ほんと嬉しい、やったね、ありがとうございます。そうで、私たちのね時系列っていうのから話していくと、私たちはトリを務めさせていただきました、ありがとうございますはい、ということでその2部、1部と2部があったんですけど、2部のトリを務めさせていただいて一番最後ですね、ということで入り時間が結構遅くて、早く入っても多分大丈夫だったと思うんだけど、まあ待ってる場所だったりそのコロナの対策としても私たちは割とギリギリに到着しました。なのでね、私たちがいた時どなたがやってたかな、ピグスさんで合ってるかな、言い方がちょっと合ってるか分かんないけど、ピグスさんなるほどね、 OK が多分やってらしたのをモニターで見てました。はい。モニターで見てて、そのモニターで見ながら、あれです。私は直しをしたり、ボイトレをしたりしてました。はい。で、そうだね、その後、ボイトレとかレッスンしてる間に、ミシェルさん、ミグマシェルターさん合ってるかな、なんかミシェルさんってよく聞くからさ、合ってるかちょっと分かんないんだけど、合ってる、ミシェルさん合ってる、よかったよかった、よかったよかった、そうだね、OK、ミシェルさんがやってらしたのも横目で見てました、モニターで、だから現場では見てないです。でそれが終わって直前のインタビューみたいなやつやって本番って形でした。なので現場でのリハは一回もやってなくて、そうで会場にも入ってないってか、もう突撃本番みたいな、突撃本番じゃない、直接本番みたいな、なんて言うんだっけそういうの、ぶっつけ本番これだ、そうですですです、それが痛かったでした。はい、普通のレッスン場でのリハは一回やったんですけど、それ以外はやれなかった、できなかったですですね。はい、で会場にいてびっくりしたの、なんか何回かその新木場のステージではやらせてもらってて、去年も牛丼フェスに出演させてもらった時に新木場のステージに立ってたので感覚はなんとなくこう分かってたんですけど、
なんか久しぶりだったからすごい懐かしいっていう感覚になりましたですね。でやっぱ去年はさ、そのいっぱい何ソーシャルディスタンスなんて関係なく普通にスタンディングでいっぱいの方がいて、こうみんなもうわーみたいな、こう何お祭り騒ぎみたいな状態だったから、なんか今回はそれに比べたらもうもちろんおとなしいじゃないですか。だからなんかちょっとあまた去年とは違うなって思いました。ちょっとなんかそれが乱れちゃってたからあなんか寂しいって思っちゃったですね。はいでした。で本番でレーザーも初めて知った。そうレーザーの知らなくて、ステージ出てリンドバーグで後ろ向いた時、 1B のミドハが歌うパートで後ろ向いたらレーザーあって、えレーザーあるすごいって思ったのがきっかけでした。びっくりした。レーザーそうめっちゃ綺麗だったね。でもいても分かるぐらい綺麗だった。すごく自分がステージ立ってても光がバーって出てる感じとか楽しかったですね。あと何があったかな。あそうぶっつけ本番だったから、こういつもだったらリハをするじゃないですか。でリハをして自分たちの聞きやすいように音を変えたりとかするんですよ。例えば私1番マイクなんですけど、番号振りがあって私1番マイクなんですけど、例えば1番マイクの声の音を上げてくださいとか、なんか例えばオケの内側と外側でこう出してる音が違ったりするんですね多分私あんまり細かいことは分かんないんだけど、その違うだよ、もちろんきっとそう違うんだよだけどそのこっちの外に出てる音と内側の音が同じだとこう おかしくなっちゃうっていうか、あのちょっと大変なのでそのこっち側の自分たちに聞こえる方の音を言葉が難しいをちょっと上げてくださいとか、なんかモワモワしてる感じをなくしたいからちょっと リバーブっていうのかなを切ってくださいって言ったりとか、そういうのをするんだけど、それを全くしないで本番だったので、そうすごくそこは難しかったなって思いました。で私たちがやってる分にはすごくね、なんかねあやばい聞こえないって思って頑張って声をね出そうとしちゃってたんで、本当にこう終わった後みんなで話したんだけど聞こえなかったねって言って、そう頑張って出したんだけど、突撃本番きついよね。そうだねそうだけどね、外音からしたらねそんなに聞こえなくなかったよ。すごい聞こえてたって、そうね聞こえてたみたいだよね。そうだけど聞こえなくて私たち、あーでも それも大変なんだなって、イヤモニ作ろうって話をしてましたそうイヤモニ欲しいねって話してました。そう私が珍しい場面もそう楽しくてさ、それきりでさ2番の月曜日から日曜日までずっとって歌うところあんじゃん。めっちゃさ真剣に踊ってさ、歌うの忘れてて、ああ歌わなきゃと思ってちょっと焦っちゃった。すいません本当に。もうあれは自分でもびっくりした。今まで忘れたことなかったからめっちゃ満面の笑みで踊ってた本当にそう私もびっくりした。自分でびっくりしちゃったリセちゃんがびっくりマークみたいな顔してごめんなさい、本当にすいませんでした。本当にすいませんでした。あれはもう自分でも驚きが隠せないぐらい、もうごめんなさい、すいません。はい、そんなこともありましたですね。楽しすぎました。楽しかった、めっちゃ楽しかった。あとはね、なんか皆さん聞きたいことはありますかなんかどんな感じだったのみたいな話とか、答えられる範囲だったら。そういえば今回オーバーチェアなかった。そうえ、ね、オーバーチェア使うかと思ったんだけど、多分曲をいっぱいやりたかったからなくしたんだと思われます。
私もセトリ見てびっくりした。あ、オーバーチェアないんだ今日今日ないんだって思った。はい、セトリも良かったよ。お、ありがとうございます。多分藤井さんが考えたと思います。ケータリング、ケータリングの話しちゃう。なんかね、これ聞いた話なんだけど、ケータリングなくて、私たち結論から言うとケータリングがなかったので、終わってライブ終わってケータリングはって、ご飯あるんですかって聞いたら、あ、ないんだよねって言って、えってないのって言ったら、そのなんかご飯のね車みたいなやつがあったんだって。でも一部の人たちが全部食べちゃって完売しちゃったみたいな言って、そう2部なくなっちゃったんだよねって言って、そうそうキッチンカー、そうそうそう、だから私たちは本場のお水だけ夜ご飯お水だけでした。はいですね。自己紹介自分たちで考えたの。そう、本番始まる前に自己紹介どこや名前言うって言って、じゃあリンドバーグのイントロで言えるから言おうって言って直前で決めました。セトリア藤井さん多分そうです。ゼップと比べてどうだった。え、ゼップより私結構緊張してたかもしれない。そうですね、相変わらず可愛いね。ありがとうございますありがとうございます。曲たくさんあるしいけど聴きたかったね。そうだよね、そう、ご飯、そう今ちょっとねジェイさんなんだけど、ご飯今読んでます。そうなんだよね、ご飯なかった、だから家帰って食べた家の夜ご飯食べました。そうそうそう、牛丼買って差し入れしたのにありがとう、それは嬉しいな、ありがたいね。シンデレラタイムが過ぎてもあちゃんが撤収した時の想定はしてたの。え、全くしてないけど、とりあえず本番前に言われてたのは、時間がやばくなったら袖で合図をするからとりあえず出てきてって言われたそう、とりあえず帰ってきてって言われただけ聞きましたそう、え、そう、スタート早かったよね、びっくりした私も。なんか15分からって聞いてたんだけど、11分ぐらいにスタッフさんに早く出てって言われて、あ、まだじゃないっけって話してたそう、でもその分さ、ちょっとその自分たちの前の方も巻いてもらってて早く終わってたみたいだから、そう、巻いてもあちゃんも最後まで出れてよかったなって思いました。はい、ファンの人たちが上げた動画でお写真見ました。あ、あのファンクラブで DM で来たのは見ました。ぜひね、ちょっとまだまだいっぱい、まだまだいっぱいじゃないわ、まだ少ししか届いてないので、ぜひ撮った方とかなんかニコ生でスクショしてこれ可愛かったみたいなのがあったらぜひ送ってください鳥って聞いた時はどんな感じだった。え、びっくりした、シンプルに牛丼フェスに出るってことはしてたんだけど、鳥っていうこと知らなくて、えっ、ったら、え、牛丼フェスって何番目なんですかって聞いたら、鳥って言って、えっ鳥みたいな、やったーってみんなで言いました。はい、キラキラでさらちゃんのロングドキまたね、そうかな、私は結構微妙だったかな、結構、微妙でしたはい、でもすごいこう良かったよって言ってもらえる機会が多くて嬉しかったです、ありがとうございます。髪の毛の具合どうだった。髪の毛の具合ね、なんかねすごい短くいいってすごく感じたライブでした。なんかいつも回るとこうなってこうなるじゃん、でここがもうちょっとこの辺まで来るんだよ、でバーってこう時差があるんだけど、なんもなくてなんかあれ終わったみたいな、跳ね返りが全然なくて、ちょっとなんかまだ慣れない感じを感じましたはいですね、すごい、すいません、おさまさになってしまって、すいません。サツカだとメイク変えたりします。私は別に特に普通かな特に普通でしたね。キラキラがやばすぎた、嬉しい。
ねえミシェルさん5分巻いてくれたね。ねすごい黙ってたけど聞きました。ありがとうございます、皆さん協力ありがとうございました。巻き巻きでしたね。了解です。写真 DM で送っていいの？え、全然送ってください、送ってください、嬉しい、送ってね。メモリアルはウックしかないなんかその最後終わった後にね、牛蔵さんに挨拶した挨拶させていただいたんですけど、もう一発目にリンドバーグが来た瞬間に、あ、この瀬戸ではやばいって思ったって言ってくださって、瀬戸に多分事前に提出してるけど見てたのか見てないのか分かんないですけど、そうなんか言ってもらえるのめっちゃ嬉しかったなって思いました。ありがたいですね、嬉しい。髪が短くなってダンスかっこよかった、ありがとうございます。やったね、ありがとうございます相当うかおしっぽい、あ、ほんと？嬉しい。ソラリのハイタッチがうまかった、おー、あれですね、時たまの最後のところでハイタッチするとこがありますね。うい、あとはシャンプー楽になった、楽になりました。ドドドあ、最後まで来た、やっとまで来た、イエイ。あとは何かありますかね。あ、思い出した、これさ言いたかったの思い出した。あのね、これって牛丼フェスの牛丼フェスだけなのか、それとも新木場のスタジオっていうか新木場の会場がそうなのか分かんないんだけど、あのめちゃくちゃ乾燥する新木場のステージめちゃくちゃ乾燥する。なんかさ、リンドバーグでさ出てきてさ歌っててさ、待って待って待って、口閉じれないって思って乾燥しちゃって、もうなんかもう口ボッソボソになっちゃって、なんかもうどうしよう、待って、去年も言ってた？やっぱ新木場のステージがそうなのかな。そうめっちゃくちゃ乾燥してて焦った、どうしようと思って、でね、そのなんか どうにかして口を閉じたくて、でも水飲めないじゃん、その4曲だったの、4曲やって水飲んで4曲やって水飲んで最後1曲だったから、そう飲めないじゃん、どうしようと思って、リードバー、オーイエーイッツマイリードバーあげて歌って、最後移動するときに次の曲の位置に行くんですけど、最初の灼熱だったんですけど、その移動するときちょっと下向いてこう口をもう閉じてたりしたんだけど、下向いてたから位置私リハの通り移動したと思ってたのに見えてなくて、美里の前なのに美里の後ろいて、パッて顔上げたら美里が前にいて、ええっとってありましたびっくりした、あれはちょっと驚いちゃった、私もそう最初の MC みんな一気に水飲んでた、そうそうなの、パフォーマンスでメンソレーターマリでなしだよえ、見えてるかな、ちょっと見えてたらちょっと恥ずかしいんだけどさ、ねちょっと恥ずかしいけどちょっと見てみてちょっと見てみて、客席よく見えた、え、よく見えた、すごい今日よく見えた、今日じゃない昨日、すっごいよく見えた、びっくりするぐらいよく見えて、私びっくりしちゃった、そうその口乾燥したのすごい痛かったのメンソレータム使う曲作ろうリリスクさんのさあれあるよね、モアリップの曲、あれ好き急に何って感じそうですね、
買い手で笑顔レッスンたくさんもらった気がする。私結構いろんな人に目を合わせた 気ではいた。いろんな人をねこう順番に見てたよ見てましたです。でもですねすごい緊張した今日。ゼップよりもなんかまたちょっと違う緊張だったっていうか、なんかさ、まあ、鳥っていうこともあるじゃない、でサツカっていうこともあるし、その客入れライブっていうのもあるし、その対バンっていうのはすごい大きいなって自分の中で思ってて、対バンだからさ帰っちゃった方も、まあ、もちろんそりゃいると思うよ。自分たちの好きなグループさんが終わったからって帰っちゃったっていうのもあるけど、その他の何ファンの方が見てるっていうのはすごいこうドキドキするし、なんだろう、その日の自分たちを見せるわけじゃない、だからこうどう思われるかなっていう評価っていうのかな、そのライブのみんなの評価、ファン私たちのことを知らない人の評価ってさ、やっぱ欲しいじゃん、よかったよとかさ、うまかったとかすごかったっていう感想が欲しいって思うからこそこうドキドキするし、より頑張ろうって思いますね。だからめっちゃ緊張した、よく思われなきゃっていう風に思って、誰か一人でもこう何気もうっかに興味を持ってもらわなきゃっていう信念でした。私はね私はね、他のみんなはちょっと分かんないけど、私はそんな気持ちでした。だからちょっとねちょっとねっていう自分の中ではところがあって、改善点ですね。帰ってない人もいました、ありがたいですね。興味出ましたありがとうございます、嬉しい。隣のピグスとミシェルの T シャツは最後には振りコピーしてて、嬉しい、それそれ嬉しいよね。ニコ生の替え玉も賑やかでしたよ、嬉しい。他のメンバーの様子はどうでしたか。でもなんか楽屋で言ってたのはなんかねすごいこの遅い時間に入ることもなかったし、遅い時間にライブするってことがまずなかったからすごい新鮮な気持ちって言ってた。なんか今までの感覚とはまたちょっと違うっていうのをすごく話してましたですね。対話は燃える、燃える、燃える、やめてやめて。そう、隣の人が終わった後にウッカのことで絶賛してた、ニードバッグしか知らなかったけど最高でしたって言われた。嬉しい、嬉しいよねそれ。でも本当にそう考えるとさ、リンドバーグの力って偉大だなってすごく思う毎回。ありがとうございます、ありがとうございます。リンドバーグ様様ありがとうございます、サバナステイ様ありがとうございますぜひさまた曲書いてほしいなって、書いてほしいなっていうか書いていただきたいなと思っております、ぜひお願いしますミシェルさんの音響トラブルは怖くなかった、そんなんあったん知らなかった、そんなことあったんだ。鳥って緊張するもんなの。めっちゃするよ、すごいするよ。だってそのライブの締めだからさ、なんか例えばなんだろう、なんか飲み会で最後じゃあ締めてくださいみたいな言われる気分じゃないかな、わかんないけどしたことないからわかんないけど、そうそうそう。もやちゃん大きくなったらこの時間もやるようになるのかな。え、もしかしたらやるかもしれないよね。ね、やりたい気持ちはあるけど遅すぎたらなんか眠くなりそうで、なんか逆にこうアドレナリンで頑張れちゃうか、もう眠くなっちゃうか、どっちかと思うゼップに比べて席の間隔もかなり狭くて人入ってたイメージ。おー嬉しいね、嬉しいね。ノンストップのはずが止まった。あ、そうなんだ、すごいね。あ、なんかノンストップメドレーしてるっていうのは聞いたな、スタッフさんが今メドレー中でこの曲が最後の曲なのか分かんなくてって言ってたのは聞いた。そう、
感じですね。はい。ですね。いつか年越しライブにも出てほしいね。やってみたいね。でもなんかみさととか眠くなっちゃいそう。あやめか、あやめの方が多分眠くなるな、きっと眠いって言いそう。そう、あとさ、なんかね、聞いて、昨日さエンジンしてさ、なんかうかはいみたいな言ってさ、でって言ってさ、口あーって開けたらさ、なんか閉じなくなっちゃって、私今すごいね、なんか口の待って、口開かないかもしれない、ちょっとなんかね、口の感覚が今ちょっとおかしくて、すごいね喋りづらい。そう、平気、今すごいちょっと不安なんだけど、平気ですかね。顎関節症かもしれないんだよね、きっと。そんな気がする。そう、顎なんか口開けた時に昨日閉まんなくなっちゃって、え、待って、やばいやばいやばいって思って、え、でも閉じられたからすぐ、え、水原に待って、やばい、口閉じないって言ったら、大丈夫、口閉じてるよって言われて焦ったんだけど、そう、ちょっと今不安。学校、え、そう、なんかもともとここね、すごいガクガクなるんですよ。そう、もともとなる人だから、そんなに気にしてなかったんだよね、昔からなってるから。そう、違和感なら早めにお医者さんに相談だ。了解です。完全に顎関節症。あー、え、それやったらどうなるの？顎細い？そうかな。どんな配信みたいな。今みんなお医者さんみたいな。鉛筆噛んで直したりする。鉛筆噛むの？鉛筆噛むの？この中にお医者さんいませんか？救急車呼んでください。せーせーって言っちゃった。何せーって、へーって言おうとしたら間違えちゃった。あー、なんかもうすごい感想を言った気分になっちゃった。満足しちゃったんだけど、どうしよう。なんかありますか、じゃあみんな、なんかありますか。忘れてた、それがあるじゃん。明日からこの声温めますか、始まりまして、本当ですね。そうだ、今日19日だ、明日からもね。はい、明日の10時から、火曜10時から、間違えた、10時20分って言おうとしてて、すごい何で20分なんだろうって思ったら、火曜日が間違えてましたね。はい、明日の火曜日10時から TBS さんで「この恋温めますか?」というドラマが始まります。それの1話出させていただきますか。森七菜さんとね、中村倫也さんが主演の映画です。あ、映画じゃない、ドラマです。 TBS のドラマです。皆さんドラマです。はい、そうだー、みんな録画した、録画しました。私は録画しました、おばあちゃんにも伝えていた。いやー、皆さんぜひ楽しみにしててください。そう、これね、やっぱ終わるまでちょっと詳しいこととか言えないから、早くね、終わった後に楽しみにしてもらって、全部終わるのもね、終わった後にね、こうまた感想みたいなの言えたらいいなと思ってます。いやー、楽しみだね、すごい楽しみだわ。私も楽しみ。何くらい言ってた、え、でもなんかみんなで5秒ぐらいって思っとこうって、なんかテレビってさ、こうどれだけさ撮っても、やっぱどこを使われるかっていうのは編集次第じゃないですか。もしかしたら ないかもしれないじゃん。そうだから、もうそこにしとこうって、でいっぱい出たら嬉しいにしようねって話してた。では、何話なの、わかんない、わかんない。
でもそのティザー映像みたいなやつあるじゃん、ちょっと本番前にさで出る映像みたいなやつ、あれに私たち映ってまして、メンバーカラーもねあったりして面白いですよね。それも終わった後にお話しできたらなと思いますですね。スリキュー、それは果たしてスリキューなのでしょうかっていうところも見どころですね。はい、役目ありますか？秘密です。スリキューでテレビ出るの熱い、秘密です。楽しみですね。もちろんじらしますよ、そりゃもうワクワクしてくださいよ。森奈々ちゃんがダンスレッスン受けてる動画見た。おお、秘密です。何がって感じ、秘密です。まーちゃん出てない？出てます、出てます、みんな出てます。一応みんな撮影には参加しました。はいですね。ね、エンドロールでさ名前出るのちょっとドキドキしちゃうね。どんな感じで出るんだろうね。エンドロールまで楽しみだね。嬉しいですね。はい、ドキドキですね。はい、ということで、おお、結構いろんなね、いろんなこう考えが皆さんあると思いますが、楽しみにしてください。森奈々さん可愛かった。あのね可愛いとかいう次元じゃないんだよ。いや違うの、やっぱ可愛いとかじゃない、美しいしお綺麗だし可愛いしかっこいいし、もうなんかもう次元が違うって思った。もうって感じだったわ。はい、あ、誰かなんか推薦コメント届きましたね。ずっと来たんだけど誰か推薦コメント書いてくれたのかな。ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しい、びっくりした。私も今なんか通知でピロンって出てきてさ、何って思ったら、そう推薦コメントありがとうございます。なんか聞いてくれた、そう CD かな、恋一番目の CD だね。プレゼントさせて、あ、違う、オクターブにしたのかな、そう、プレゼントさせていただきました。ぜひ聴いていただけたら嬉しいですね。はい、イエーイ。ということで、やば、一応半までの予定だけどちょっと過ぎたら怖いなってことで、ちょっと大丈夫なように時間を取ったので今日は。はい、なんかありますか、ちょっとなんかあります、なんかありますか。そう、それっけ、最初ね、なんかね、オクターブに、じゃあ恋一番目の CD にしたんだけど、そう、それっけ入ってるからオクターブの方がいいかなって言ってオクターブにした気がする。なんか今さゲスト投げてくれたよね、すごい、祝みたいな、あ、アッカさんだ、祝みたいなやつ、タコもいっぱい投げられてる、ありがとう、嬉しい、タコ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 、え、ハロウィンの飴じゃん、すごい嬉しいね、ありがとうございます。あれ、コメントがあった、ういはい、ありがとうございます、イエーイ。そんな感じ、昨日久々にいろんなお宅に CD 配りまくって広報活動しまくって、ありがとう、青黒ピンさん、ありがとうございます。そりゃ嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいな、ありがとうございます。今来たアイドル界最後の希望の方ですか、ありがとうございます、希望うっかです。やめて、ちょっと恥ずかしい。びっくりした、昨日さ、その何お話ししてくださって、うっかさんの説明させていただきますみたいな、
もうなんかすごいいいことばっかり言ってくださって、いや違うからやめてやめてみたいな、恥ずかしい恥ずかしいと思って、そんなすごいいい風に言ってもらえて、なんか逆にありがとうございますって感じだった。なんかすごいねえ、すごいなって、そんな今まで言われたことないのにさ、でなんかびっくりしちゃって、そんなこと言ってくれるのと思って、お世辞にしても言い過ぎだよってびっくりじゃん。そう、そんなこと言われ慣れてないからさ、なんならうちら、そうびっくりしました、ありがとうございました、嬉しいですね。はい、牛蔵さんのラジオでもめっちゃ褒めてる。そうなんだ、嬉しいね、ありがとうございます。牛蔵さん来年もよろしくお願いします、お願いしますやったね。あ、初見さん、にいくまさん、ありがとうございます。みんな歌うまいけど、どんなボイトレしてるの？ボイトレの先生はね、だいたい2人、主に2人いらっしゃいます。1人女の先生で1人男の先生で、その2人の先生がの都合がつかなかったらもう2人女の先生がいて、でもこっちの方はあまりお会いしません。基本このお二人でやらせてもらってますそう、でも二人ともこうまあ共通して一緒のところもあったりするんだけど、割と声の出し方だったり指導の仕方も違うから、こういろんな方法をやってます。そう、私個人ボイトでもやってる。グループでのやっぱユニゾン合わせることも大事だから、あのグループのみんなでのボイトレがあったり、個人だけのボイトレがあったりします。週によって、その日によって違ったり。そう、前はそのなんだっけ、前は私とリジュとミサトと、もうあの4人だけでボイトレをしてたこともありました。そう、4人だけ、2人抜きで4人でボイトレしてたこともありました。ボイトレはそんな感じですね。そう、会う人会わない人がいそう。まあきっとそれはあると思うけど、でもなんかその会う会わないはあっても、その人のやり方は もちろん間違ってないから、先生だし、なんかそのやり方ですごい声出る時もあるけど、その分やっぱちょっと声ガラガラになっちゃうなみたいな時もあったりするからね。なんかいい塩梅でこう自分の教えてもらったことを全部やるんじゃなくて、それ自分がやりやすいようにまたこちらの先生で教えてもらったことを経営しながらみたいなのもやったり、難しいですよね。はじめましてだって、うんくん、はじめまして、あかねさらですお願いします。絶対もうすぐ終わっちゃうんですけどありがとうございます。はじめましてお願いします。飛ぶともさん、はじめまして、はじめまして。渋谷当たるといいなね。12月25日にあったライブ、葛飾であったライブが中止になりまして、その代わりに12月6日に渋谷の旧、前の言い方だと渋谷公会堂みたいな感じですね、合ってるかな。そうで、ライブをすることになりました。はい、で25日の予定だったんだけど、25日の予定だったんだけど6日に早まっちゃったから、ちょっと予定の変更とか大変かもしれないんだけど、ぜひよろしくお願いします。ファンクラブで FC 選考受付中なので、ぜひぜひぜひよろしくお願いします。楽しみ。きっと2部制なんじゃないかな、わかんないけど何もまだ何も知らんけどね。あ、でもレーザーはなんか頑張りたいみたいなこと言った気がする、確か。そう、レーザー頑張りたいなみたいなことをね、藤井さんが言ってた気がします、マネージャーさんが。
木本みおりさんに言ってますね初めて言われましたねありがとうございますはい、払い戻し、そう、払い戻しする方は払い戻しをお早めにしてください。渋谷絶対に行きたいです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。私も待ってます。予定を空けてたクリスマスはどうすればいいですか。どうしよう。私たちもさ、その日代わりに配信入るのかなとか何も知らないからさ、ほら、なんともなんか配信するから見てたいみたいな言えないんだけどぜひちょっと確認しますはい、確認します。ぜひぜひぜひ。そう、照明力入れたいって言ってました。痛い、足つりそう。そうですね、イエーイ、ありがとうございます。おお、びっくりした。超ときめき宣伝部から LINE の通知が来た公式 LINE の通知が来た、びっくりしたはいですね。あ、同じく、みんな同じく、よかったよかった、みんな一緒だね、よかった。時間大丈夫？あ、もう終わんなきゃもう終わんなきゃ、終わりますね、じゃあはい、ということで、いや、そう、なんかさ、土曜日にさ、ショールームしてさ、そのちょっと話戻っちゃうんだけど、前回のショールームに、あの、ゆうまるさんのね、話をしたんですよ。で、そしたら、そのなんか、何、好きなこと話していいって聞いたら、みんな話していいよみたいな、そう言ってくれたから、ちょっとその話したくて、いつなんかもう早く早く話したいって思ってるの。本当はもうこのまま続きで本当は話したいぐらいなんだけど、あと30分しかないんだけど、話したいぐらいなんだけど、なんか、まあ、時間も時間だしさ、今回はその牛丼フェスの感想っていう風に言ってしまったから、今聞きたい、私も今話したい、話したいけど収まらない、30分じゃ収まらないから、次回その私の好きな YouTuber さんだったりの話をしようかなって思ってるんですね。で、ちょっと予定確認したいんだけど、多分なんだけど、土曜日と日曜日が空いてると思うんですね、夜。だから8時とかからしようかなって思ってるんだけど、土曜日と日曜日だったらどっちがいいですか。どっちがいいですかね。空いてます。おー、空いてる。あ、待って。あ、待って。あ、平気か。あ、平気。あ、平気だ。よく、あぶねー。ねえ、なんか遊びに行くのみたいな。日曜日、土曜日かな、日曜日、土曜日、あー、結構分かれてる、結構分かれてるよ日曜、川瀬さん、なんかありそうだよ、確かに、どっちしよう、どっちしよう。どっちにしよう。私はどっちでもいいんだけど、正直、そのだけど、みんながさ、やっぱ見やすい日がいいかなって思ったりさ、なんか見てくれる人が多いのはどっちがいいかなとかさ、両方でもいいよ両方だって多分なんかごたごたになっちゃう。いや、その一日でもごたごたになるのはもう十分承知なんですけどどちらも仕事ですが、仕事辞めてきますやめてくださいじゃあそっちのやめてくださいじゃないよ、違う、仕事やめないでねってことよ。びっくりした、あー、びっくりしちゃった、違うよあ、そっか、アンケートできるんだ。あ、ちょっとやってみる、アンケート使ってみようか、ちょっと待ってね。あ、オッケー。え、あ、そう、投票開始。え、じゃあ1日、あ、違う、1土曜日に日曜日ね。みんな仕事辞めないで、みんな仕事辞めないで、あ、1が土曜日、2が日曜日、1土曜日、2日曜日、1土曜日、2日曜日、
1土曜日、2日曜日、1土曜日、2日曜日、そう、1土曜日、2日曜日みんな仕事やめないでごめんごめんごめん、はい、じゃあ終わるよ。1土曜日、2日曜日だよ。はい、5、4、3、2、1終了。あ、1多い、すごい、え、1多いびっくりしちゃった。1多いね。4、仕事やめるやめないでごめんってごめんって。土曜日になりましたね、両方投げたはい、じゃあ土曜日にしますね。土曜日のじゃあ8時から。おー、推薦コメント、新しい推薦コメント、ありがとう。誰か後で見とくね、ありがとうはい、ということで土曜日、じゃあ土曜日だね。ちょっと今予定入れとくから。あ、顎外れそう間違えた。ショールーム18時じゃない、20時だよね、8時って OK、 20時だよね、 OK、 20だだだ、あ、おう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  OK、 あ、間違えた、編集 OK、 あ、ショールーム OK、 OK、 入れました。です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 、入れましたよ。じゃあそう、なんか今顎外れそうだった、危ない朝の8絶対無理、絶対やだはい、ということでじゃあ決まりました。土曜日、めっちゃ急だね、ごめんなさいね、すいません。なんか最近すごいショールームブームで、すいません土曜日の20時からショールームやります。ここです、ここでやります。はい、で内容的にはその前回あのゆうまるさんっていうカップル、同性カップルの方のお話をさせていただいたんですけど、その私が好きなその同性カップルさんの YouTuber さんだったり TikToker さんだったり、そういうのをこうお話できたらなって、とかそう、自分が今その何 LGBT とかそういうお話っていうか取り組みだったりとか、そういうのにすごく興味を持ってるので、そのお話とかできたらいいなって思ってます。はい、ですですですちょっとめっちゃ緊張するんだけどさ、LGBT って何？ちょっと調べてみてください。じゃあよろしくお願いします知ってる方も知らない方ももちろんいらっしゃると思うので、ね、私がこうなんだろう、発信できることって限られてると思うし、私が言えることももちろん限られてると思うだけど、その私なりにこう感じたことだったり思ったことだったりをちょっと伝えられるようななんか配信にできたらいいなって思ってます。はい、めっちゃ緊張する。今からもう今日さ、お風呂入ってる時さ、これね、ずっとね、私このショールームをねずっとしたいと思ってて、その LGBT とかそうジェンダーとかそういう話についてしたいと思ってたんだけど、やっぱりこう言うのすごく緊張するっていうか、なんか なんていうのかな、え、なんか泣きそう、やだその難しい問題じゃないですか、だからこううまく言えないかなって思ってやだー、そうだからだけどその自分が思ったことがあったから、その伝えられたらいいなと思いまして次回は頑張ります。はい、ちょっとうまくね言葉にできないかもしれないんですけど、頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。あ、ここにいます、ここにいます、ちょうどここが見ここが見えてますはい、そうですね、はい、
お願いします。やだー、なんでだろう、難しい。はい、ということで、あ、これ絶対大丈夫なんで、いつも通りです、割と普通です。はい、ということで、その土曜日のショールームの前に水曜日にショールームがございます。はい、で、あの前回、前々回だね、私とあやめとリジュの会がな かなかなとか言うがお休みだった。で、その前回のショールームで3人が出たので、その出てないあやめとリジュと私の3人のショールームとなっております。はい、ちょっと何やるかは台本届いてるんですけど言えないので言えないので、あの皆さんぜひ見てください、お願いします。はい、水曜日にショールームがあって、土曜日に私のショールームがあります。ショールーム尽くしですね、今週1週間ぜひ見てください。はい、6人でのショールームできるね、きっと多分もっともっと後になっちゃう気がする。それかめっちゃでかい超広い部屋だったらできるかもしれない。でも多分あのスタジオだったらできないかもしれないね、6人だったら。結構そんな感じです。はい、じゃあよろしくお願いします。ということでショールーム終わります。今日のショールーム、芸能フェスの感想戦という題名でした。一応最初の前半はリジュおめでとうだったし、後半なんか私泣いてるしよくわかんないけど、ありがとうございました。はい、ということで次回も水曜日の3人のショールームと土曜日の私のショールームもよろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ私はもう寝ます、おやすみなさい。みんなもゆっくりしてください。あのこの時間付き合ってもらってありがとうございました。ありがとうございます。じゃあバイバイ。おやすみなさい、ありがとうございました。1591人の皆さん、あ、最後ランキング読む。13位マッシュさん、ありがとうございます。12位ミョウザさん、ありがとうございます。11位 ES さん、ありがとうございます。10位キョメさん、ありがとうございます。9位ソラシダさん、ありがとうございます。8位長崎さん、ありがとうございます。8位7位ミオさん、ありがとうございます。6位プーちゃんさん、ありがとうございます。5位ジェイくんさん、ありがとうございます。5位よねから、4位ミセちゃん、ありがとうございます。3位キットさん、ありがとうございます。2位アッカさん、ありがとうございます。1位ナピナピさん、ありがとうございます。はい、ということで皆さんたくさんありがとうございました。ギフトも投げていただいて1607人と増えていただき、推薦コメントもこのショールーム中に2人に書いていただきましてありがとうございました。すごく楽しかったです。ということで明日もお仕事学校頑張りましょう。はい、一日頑張ったらショールームなのでめっちゃショールーム普通じゃんみたいな。はい、よろしくお願いします。そして12月6日にも渋谷でライブするので、そちらも申し込みをよろしくお願いします。顎外れそう。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。ラブラブ、バイバイ。